テムルクの紋章テムルクは、ロシア連邦の南部、クラスのダール地方にある、港湾都市。黒海とアゾフ海を分ける、多摩半島の最大の都市で、半島北岸に位置する。人口は36,118人。テムルクの聖堂テムルクの野外軍事博物館、テムルクの野外軍事博物館にある、第二次世界大戦当時の赤軍の法官テムルクは、クラスのダール地方の中心都市。 クラスのダールから西へ1 3 0トル離れている。クバン川はアゾフ海のテムリュク湾に流入しているが、テムリュクの町はクバン川の湾、テムリュク湾の河口のすぐ近くにある。テムリュク港は町の中心から4キロメートル離れたアゾフ海沿岸にある。また町は多数の泥火山に囲まれている。テムリュクはクリムスクからの鉄道支線の終点である。 古代に栄えたギリシア植民都市、ヘルモナスサ、その跡地に建てられるハザールやキエフ大公国の手に、渡って繁栄した都市とムタラカンの遺跡の近くに、テムリュクはある。クバン川の河口を抑える拠点として、ここは、多くの勢力の争奪する地となってきた。テムリュクの場所にあった集落で最初に記録に残っている、ものは、タタール人の要塞トゥムネフで、14世紀に、 ジェノバ共和国の商人の手に渡りその攻撃地となり、コパの名で知られた。1483年に、コパはクリミア反国に占領され、再びトゥムネフとなった。ロシアツァーリ国はこの地の有力者であったカバルダ人のテムルク・アイダロビッチと組んでトゥムネフを落とし、新たな要塞を築いて、テムリクの帯と名付けた。 クリミア半国は1570年にこの要塞を奪還し、アビスと改名した。17世紀から18世紀、タマン半島にはオスマン帝国の支配が及んでいたが、1768年から1774年にかけてのロト戦争でロシアはこの地を奪い、1778年にはかつてのテムリュクの場所に再び要塞を建てた。 1793年にはコサックが移民し、スタニツァを築いた。このスタニツァは1860年にテムリュク氏となり、1910年までクバン県の一部であった。第二次世界大戦中、1942年8月24日にドイツ国防軍がテムリュクを占領し、1943年9月27日に赤軍北カフカス戦線の部隊が、 国会艦隊の支援を受けて奪還した。テムルクには、歴史、考古学博物館のほか、野外軍事博物館があり戦車などが展示されている。周囲の多摩半島一帯には、古代のギリシア植民都市の遺跡が多い。近くには、ヘルモネスサがあるほか、植民都市として建てられ後に、中世の大ブルガリアの首都ともなったファナゴリアも、ほど近い場所にある。 クバン川デルタの赤湖や泥火山の多い風景もこの地の魅力である。テムリュクは漁業の中心で、魚の加工工場があるほか、近隣の農産物の加工工場もある。加えて、建材工業も行われている。アゾフ海沿岸には、リゾートやスパも多く、海水浴や泥湯温泉での療養に訪れる観光客も多い。ありがとうございます。